はい、一の子やります。もうお誕生日面で唯一難しい面かも。もうね、左側の人がね座れないようにするがそうだね全てな気がする。あとはもうひたすらちゃんとなんか丁寧に作っていく感じです。最初お茶っ葉だね。ね、そっちを投げるね。手すきでちょこっと蜂蜜もお願いします。はい、とそっちを抜ちょこちゃ。はい、いいと思う。ちょいちょい、おいしい蜂蜜か。これも瞬的お願いできれば。はい、よ、置いといて蜂蜜入れに行きたいな。はい、蒸しちゃって。なんかやりましょうか。切っときましょうか。適当に投げといてくれたら切っときますけど、そっちの分のやつが。はい、蜂蜜とか結構適当に投げといてくれても大丈夫ですよ。やばいよ、うん、蜂蜜か。チャッパですかね。チャッパ人気だな今回ね。適当に投げといてくれてもいいよ。出します。ありがとう。チョコチョコ、ハチミツ、ハチミツ欲しいね、じゃあ、うん、あ、間違えた、こっちか。ハチミツ人参をこっちにもらって、はい、ケーキの方が時間かかるんですね。小麦ももらって、はい、ありがとう。蜂蜜1個欲しいです。 OK、 こっちを飲む。チョコ入れてあげて。ファイアレット、ハチミツ、よいしょ。それで虫だ。まずいですね。まずいなんだ。ハチミツ1個ちょうだい。はい、蜂蜜1個ちょうだい。はい、おい、茶っ葉1個ちょうだい。はい、人参と蜂蜜1個ちょうだい。はいはい、ここまでかな。無理だと思う。じゃあ茶っ葉、蜂蜜、蜂蜜投げれてないよ。ないよ、うん、今ちょっと取りに行くの必死だった。これがいければ。はい、はい、いいんじゃない。こんな感じです。ちょっと最後だけ1個飛ばして入れちゃったけど、うん、まあでもいいでしょう。でも結構な数出さなきゃいけないんだね。そうだね、数は相当出さないといけないっぽいけど、左側の人がね座れちゃうともうね多分ね取り返せないぐらいダメージ食らうから、左の人は
座れないでください。まあ、基本は無理せず、無理していかないことだよね。はい、気をつけて頑張ってください。じゃあね、バイバイ。